龍之介、今日のお昼どうする？今日はカフェで済まそうと思っている。お前も一緒に行かないか？うん、行く。龍之介、またケーキ？ここのケーキはまだ食べていないものが多い。全部食べてみないことには何が一番おいしいのかわからないからな。そういうところは高校生の頃と少しも変わらないね。で、私たち1ヶ月前はまだ高校生だったんだっけ？そうだ。そんなにすぐ変わるものじゃないだろ。だからそんなに笑うな。はい。あ、二人でランチ。まこと、それに犬飼くんと白鳥くんも。よう、偶然だな。相変わらず仲良くランチですか、お二人さん。もう、からかわないでよ。腹減った。ちょっと、宮治くんってば何食べてるの？ケーキだ。見てわからないのか？そんなの見ればわかるって。こっちが聞きたいのはそのケーキの量。まこと、これは龍之介のお昼ご飯なんだよ。そうそう、宮地はいつもこんなんだよな。本気で言ってるの？なんたって宮地の好物はクリームだもんな。こんな怖い顔して大の甘党だし、見てるだけで胸焼けしてくる。そうそう、このギャップが宮地の魅力なんだよな。うるさいぞお前ら。いいじゃん、褒めてるんだからさ。ねえ、ここで一緒にご飯食べてもいいかな？それとも二人のお邪魔になっちゃうかな？いいじゃん、邪魔してやろうぜ。俺ここ座るわ。ああ、ちょっと。賛成。宮地、そこの椅子3つともちゃんとキープ。頼んだぞ。しょうがない人たちね。まったく、あいつらは。あんた、本当にいいの？うん、いいよいいよ。ね、龍之介。ああ。どうせお前が遠慮してくれたところで、あいつらはここに居座る気満々だ。そうだね。わかった。じゃあお邪魔しちゃおっと。私も注文してくるね。うん、行ってらっしゃい。せっかく二人でゆっくり食事ができると思ったんだが、まあたまには大勢で食べるのも悪くないか。たまには大勢で食べるのも悪くないでしょ。そういえば、弓道部の新刊の話聞いた？あ、聞いたよ。面白そうだよね。みんなは参加するの？私は楽しそうだなって思ってるんだけど。私は行くつもりだよ。おー、聞いた聞いた。俺たちは参加するぞ。なあ、犬飼い。おお、当たり前よ。宮地も参加するんだろ？ああ、そのつもりだ。こいつが参加するなら俺も行く。こいつ一人じゃ危なっかしいからな。あんたは愛されてるわね。もう、まこと。いいじゃない。それにしてもみんな参加するんだね。じゃあやっぱり楽しくなりそう。楽しみだよな。うん、楽しみだね。ゆずるやあいも行くようにを。こういうのは大人数の方が楽しいからね。
いな、この空気。やっぱ弓道場入ると気が引き締まるな。やる気が出てくる。よし、合宿ではガンガンやるぞ。なあ宮地。ああ、久々に腕が鳴るな。楽しみだ。みんなすっごく気合が入ってるね。私も気を抜いてちゃいけないな。頑張るよ。お前も気合入ってるじゃないか。あんまり気合入れすぎて前のめりになるなよな。うるさいよあんたたち。お前はなんだかんだ言って抜けてるところがあるからな。愛は抜けてるところばっかだけどね。なんだと？そんなことないぞ。本当ゆずるさんもだけど、まこととあかつきさんは特に仲がいいよね。そんなことないわよ。何言うのあんたは。本当だよ。俺はゆずるとの方が仲いいよ。なんかその発言怪しい匂いがするわ。何言い出すんだよお前は。俺は女が好きだ。男は勘弁願いたい。悪いが他のやつにしてくれ。ゆずるまで。何言ってんだよ。俺も女が好きだぞ。はあ、そういうのは隠しておきなさい。それにいつでも相談に乗るわ。だから違うって。ちょっとおい、最後まで話を聞けって。行きましょ。こら、誤解だ。だから俺の話を。全員着替えてから的前に集合するように。着替えてこよ。うん、それなら俺も。あーいい、あんたはあっちで、ですよね。はーい。もうあいつは。でも赤月さんと誠はお似合いな感じがする。私と愛は何にもないわ。それに愛は私のことを何とも思ってないと思うし。そう？私にはそう見えないけど。いつも鈍いあんたが何言ってんのよ。ほら行くわよ。まずは新入生の実力が知りたいので、経験者のみまとまえに立って弓を引いてもらう。でもあまり硬くならず気楽に引いてくれていいぞ。じゃあまずは君から。順番に男女交互に行こうか。あ、誠がトップバッター。はい、よろしくお願いします。誠の射形楽しみ。まあ、あいつなら大丈夫だろう。悔しいことにね。それよりはお前の方が心配なんだが、ちゃんと鍛錬はしてるのか？笑ってごまかすな。ちゃんとしてますよ、ご心配なく。これでも譲りにいつかは勝つつもりなんだ。そうか、それならいい。いつでもかかってこい。おう。さてと、今はあいつの応援でもしようかな。そうだな。
ね。弓に力があったよ。そうかな。普通だよ。普通じゃないって。力強さがあったからありがとう。あ、次は宮地くんの番みたいだよ。あ、本当だ。宮地くんうまいじゃん。でしょ。もう何自分のことみたいに笑ってるのよ。だって嬉しいから。本当にあんたと宮地くんって仲がいいよね。羨ましい。そう？ありがとう。頑張ってね。あ、うん、行ってくるね。いつも通り、いつも通り。緊張しちゃった。緊張が伝わってきたよ。まったく、あんたは泣きそうな顔しないの。うん、ごめんね。ありがとう。あ、次はゆずるか。その次は愛ね。見物だわ。もう誠ってば。暁、準備はできているか？当然。そうか。お前には負けないぞ。俺は譲るに負けるよ。でも大学在学中にいつかは勝つから、そのための前哨戦ってことで。少し意味は違うと思うが。何？しまった。手抜きはしないぞ。されたらいくら俺でも怒るよ。だからゆずるは手抜くな。だな。さーて、かっこいいところ見せますか。そうだな。間抜けなところしか見せてないからな。ゆずる、それを言うなよ。おしゃべりもここまでだな。ああ。あの二人もなかなかやるわね。ゆずるさんも暁さんもやっぱり車形が綺麗だな。そうだね、そこだけは認めてる。ゆずるも愛も弓を引いてるだけならかっこいいんだけどね。そんなことないよ。普段もかっこいいよ。あ、今の宮地くんが聞いたらやきもち焼いちゃうわよ。違うの、そういう意味じゃなくて。分かってるわよ。ちょっとからかっただけ。もう